界一の海賊ペコラ。僕には負けるね。我こそは海の支配者、その名もキューボック船長。キューボック船長ですか。常吉が船長だって誰が言ったの。僕、帽子かぶってるの僕だけだもんね。そうか、じゃあ取ってやる。覚悟しなさいよ。やめろよな。キューボック船長はこちょこちょに弱いくすぐったがりやね。やめて。キューボック船長の命令だ。その名前大声で言うとまずいですよ。どうして。お化けが出るからです。お化け。伝説によると誰かがキューボック船長の宝物を盗んでこのビーチに埋めたとか。すごい。で、夜になると宝物を探しに船長のお化けが出るです。宝物？宝物って言った。あー、きっと黄金だ。あー、きっとダイヤモンドよ。あー、きっとプリンだよ。ねえ、なにあれ。ガラスの瓶、中に何か入ってるわ。オーマイプリン。これチーズだ。海賊の宝物のチーズ。なになに。瓶が埋まってた地点より57回後ろに飛び跳ねる。そしたら左へ大きく一歩、そこで三角を見つけよ。だって早くやってみよう。帽子もらった。地図見つけたんだから今から私がキューボック船長。わかったよ。でも宝物を見つけたやつが船長になるんだからな。予感がするです。大丈夫だよリトルチュー。お化けが出るのは夜だって言ってたじゃない。早く後ろ向きにジャンプして。さあ。あー、もうこっち5、こっち6、こっち7、ストップ。言ったでしょストップって。ごめん。次、左へ大きく一歩だって。そしたら、三角を探さなくっちゃ。面白い。今言おうと思ってた。あ、こんにちはロンリーさん、何してるですか。詩人が一人、腰掛ける広大な海をひたすら見つめ、心を一つに。集中してたのに。ああ、海賊の宝を探してるです。ああ、人生とは探すこと。しかし探し物は意外にも自分の足元にあるものなり。出なきゃ、お尻の下とか。ロンリーさんの下だよ、三角って。やった、宝物だ。また地図だ。また指示が書いてある。西へウサギ飛び300回、そして赤の丸を見つけよ。地図見つけたんだから宝は僕のだ。あ、僕が先見つけるね。 あんたたちそういうことは黄金を見つけてから言ってよね。子供たちよ、あくまで探そうというのか。その愚かな勇気は涙を誘う。あー、仕方ない、やるですか。299、みんな何してんだい。ちょっとね。メロンの山が崩れる。ダメ。見て、マリフタ。宝物きっとここね。また地図だ。今度は北西に大きく500歩、小さく2歩だって。これで帽子は僕のものだね。わかってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、74、75、76、77、78、69、90、
地図が埋まってるって。大きな木の下だってさ。でも大きな木4本あるよ。どれも同じくらいだ。きっとどれかの下に埋まってるって。僕が見つけてやる。私が先見つけるもんね。僕だな。いや僕です。あー、そろそろ暗くなってきたです。掘るの疲れちゃった。は？埋めた時はこの切り株の木が一番大きかったんだよ。なんて書いてある？何？これがパズルの最後のピース。裏を見ろだって。 X が一つ。これだけ？ X ってどこにあるのよ。みんなで考えようよ。謎が解けるかも。その通りです。確かパズルのピースって書いてあったですよね。これがパズルならみんなが見つけた地図4枚一緒にくっつければいいのよ。そしたら答えがわかるよ。キューブタウンの地図です。キューボク船長の宝物ビーチのここに埋めてあるんだわ。宝物の場所はこれでわかった。でも誰のもの？みんなで見つけたんだから分ければいいじゃない。わかった決まり。海賊のお化けは満月の夜にさまようのが大好きって有名な話です。メコラ、心臓が止まるところだったです。ごめんね。何かあった？いや、そっちはダメ。それじゃあ何もなかったということで家に帰るです。もう帰るなんてもったいないけど、やっぱり帰ろう。シーツもどういうことなの？ちゃんと説明してちょうだい。ごめんなさいです。迷惑かけるつもりはなかったんだけど。みんなで探してたんだ、海賊の宝。でも見つかったのはこれ。ん？はあ、ちょっとみんなこれを見てください。ああ、信じられないわ。何がおかしいの？我々が子供の頃やっていた宝探しの宝ですよ。これ埋めたまま忘れてたんだわ。いや、楽しかったな。僕たちだってみんなで協力して頑張って宝物探したの。ワクワクしちゃった。オイラもまたあの頃に戻りて。いろんなとこめちゃくちゃにしちゃったわね。そう、でもちゃんと片付けましたよ。そうそう。私たちも片付ける約束するわ。綺麗にしたらみんなをびっくりさせることがあります。そうなの？こんなの楽しそうでしょ。ああ、そうか、やろやろ。黙れ、エボカイト君が。一生かかっても宝など見つけられるものか。できるかできないか実力を見せてやる。ハッハー、めーのどかっこいいアクト。ハッハッハー。ハッ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 ハ
子がうまいはずだよ。だってキューブタウンの伝統なんだもん。ああ、はっはっは。